いどうもピオキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。でね、ちょっと申し訳ないんですけど、今ねエアコンつけてるんだよね。僕福岡に住んでるんだけどね、その福岡めちゃくちゃ今暑くて、もう部屋にねエアコンをつけざるを得ないんですよ。今まで収録するときエアコンの風がねマイクに入っちゃうから、エアコンつけてなかったんですよ、頑張って上真っ裸でねやってたんですけど、今日はもうほんと無理すぎて暑すぎてエアコンをつけさせてもらってます。で、そのエアコンの音がね入っちゃうかもしれないんですよ。そこら辺はね今回の動画多めに見てもらえたらだなって思います。で、今日のトロールコース、 I like my fish I didn't。 以前さプクプクが乗ったサムネのコースしたじゃん。それはねコメントでプクプクにやられてくださいっていうコメントがねあったからやったんですけど、その時ね全然プクプクが出てこなかったんだよね。まあ、そのリベンジということで今回このコースやっていきます。クリア率はね 1.17%、 全然違う1.24% で、多分ね初見殺しあると思う、この辺ほらいやすごくない、今日当たりましたよ。で、ここはあ、これ普通にジャンプでいけないね、危なっ。今日ほんとめっちゃ出てくるね。でもこうやってね読んでたら多分回避できると思う今日で。右はダメだと思うんですよね。で、左からなんか出てくる、なんでこのまんまオンオンして右に逃げようか見た、今の奇跡、ここにキノコが降ってきた。え、でこのまま上に行くみたいな、うわすごいすごい、今日こんなに過去最高じゃない、ここまで引っかからんかったの。戻ってきました。いや多分ここ入らないけんね、この土管に。あ、入れんね。じゃあこれ右行く感じかな、大きくなって右行きます。で、何が変わる、てて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 バネ持っていこうか。一番最初にさバネがあるんだよね、このバネ持っていくね、このバネ持ってって、あいや怪しいとは思ってた。え、こっちで合ってたの、あ、わかった、これ無敵時間を利用してすぐ右に行く、そんな感じ、そういやこれは笑うって。じゃあここ走ってって途中で止まろう、ここで止まります、うまい。そんでここ下に降りよっか、あ待って、このパウ持っていけないか、あパウじゃねえバネ持っていけないね、なんでこのままちょっと待ってね、ゆっくり降りよう、ゆっくり降りよう、ちょっとビビってる、オッケーでしゃがむ、ここで何もしておかない、うわもしかしたらねこんなに金魚が出てくるからね、もう期待に応えれるかもしれない。で、ここジャンプジャンプ、オッケー。そんで次はなんかねプクプクが左下で泳いできてるんですけど、多分これかぶる、そうかぶります。そしてどうする、あ、この上だねきっと、この上行こっか、で右で、ここも壊そっかな、どうしよっかな、ここ壊すね、で左上行っていいかな、左上行きます、オッケーでジャンプここタイミングよく上がらないけんぽい、タイミングよくジャンプだね。いや違う、なんかバーが見えるよ、多分いけない、ほらっていうことはこれ積んだんじゃねえかー。じゃあここは一旦かぶる、かぶってここ壊す、壊してつららに当たって上に行こっか、でここでなんか出る、そういう感じでしょ、きた、うわよくわかったね、自分に褒めたいね、オッケーオッケーマジやられると思った。でここも多分ね鉄球が出てくると思うんですよね、で左の30コイン取らせてくれるみたいな、あボム兵だね、ボム兵取って、あボム兵取ってとかえ、いやこれ大丈夫でしょ、なんか笑われたけど、下行くよ、下行って右で、このまんまジャンプして、あら行けんのかな、うわ行けん、あ積んだっぽいね、あの風船取らないけんの、いや違う違う、ほら多分こっちに合ってる、いける、よし、うわビビったじゃねえか、右に行っとこ、フラパン出てくるでしょ、危ねえ待ってこれ上、雲の上が正解っぽくない、一応このドア入ってみるけど、いやこっちで大丈夫そう、早めに右に行っとこ、なんかあのキラーがね行きそうなんだよな、これ上から行く、左上から行こっか、多分こっちが正解、やべえ音楽のやつだダメだこれはもう、やってくれ、早く誰か言ってくれ、またお前か。
構ね金魚は出てくるんだけどブラパにやられるっていうね金魚にやられろよって話なんですけど、なんかね金魚にやられないんですよね。もう金魚マスターだね。そんじゃここは下でした。下なんで右行こう。え、ここでなんか降ってくるの。あ、ビビットバブルか。あ、右に中間ポイントあるね。ここ回転ジャンプで右に降ります。こう、いや右、こう、いや、いや、なんであ、こっちから行けんのか。よかった、中間ポイント取れたね。いや、これでもう一回やり直しみたいな感じでしょう。いや、よく避けたね今のこのラッシュね、この金魚バブルラッシュね。次はこの土管でいいと思うんですよね。さて、ここのキノコ取りましょう。バネ避けます。で、キノコ取ろう。あ、キノコ取れんのか。じゃあこれはかぶっていくんかな。かぶっていこっか。かぶってここ抜けますね。あ、両方持っていこう。これが一番いいね。どっちも安全で、ここであの黄色ブロックとこ行こう。あ、意味ない、意味ないね。うわ、選択肢、いや、かぶってってジャンプ、いや、ダメだそれじゃあ次はここダッシュしてこう抜ける。多分これでいいでしょう。で、次ブラパいるね。ブラパは多分このトゲの帽子をかぶらないけんっぽい。なんで、あ、今持ってきたこの甲羅を自分に当てればいいのか。で、かぶる。そういうためだったんじゃない。で、倒して右に行こう。で、ここは、うわ、大丈夫かな。上キラーあるよね。いや、大丈夫と信じよう。おりゃ、ダメじゃねえかえ、さらにメットの帽子もいる感じかな。もう分かったよ、みんな。無様な姿をお見せしましたね。まあ、無様な姿しか見せてないけど、あ、ちょっとミス。ここでトゲメットかぶるでしょ。メットかぶってここで当たる。で、ここでこのメットで上に行く。なんで違うの何段階仕掛けてやんだよここに。そじゃあここ上に甲羅投げる。そんでこっからなんかやべえなこれ初めて見たぞこんなので、ここでジャンプしてジャンプ、よし。で、さらにメットまで持っていけ的な感じかな。一旦このまま行ってみようか。ジャンプで上、ここはオンオフして左でいいのかな。で、ここ走っていかなダメっぽいね。はい、どうしよう。一回上に投げるね。上に投げて、うわ、ここで壊れる。これじゃないの。なんでピーがあんだよなんだこれは。あ、こっちで合ってねえじゃんかうわー、いや、まだチャンスあるよ。ここはうまくいこう。あれをかぶればまだワンチャンある。はい、うまい。いや、ダメだったちっちゃくならないけ。ちっちゃくなりたいよちっちゃくなれねえのか。え、待って、これ積んだくない。嘘、え、これ積んだパターンじゃないの。やられもできないみたいな。じゃあここをそのまま下行こっか。こっち行こう。で、かぶってドアに入ります。これで多分合ってる。いやー何これは。え、いや、待ってやられない無駄に帽子かぶっちゃってるからやられないパターンじゃんかこれ。なんだこれはじゃあこれはもう持っていこうね。持ってすぐ右にダッシュしよう。で、ここでどうしようかな。こっち叩いてみる。ここはかぶらないけんのじゃないのこれ。一旦行ってみるね。一旦こう行ってジャンプかな。ジャンプしてここ入ってみる。いやえ、なにこれ。あ、いや、ワンチャンある、ワンチャンある。ほら、また入れるもんね。入ってどうしよう。入ってどうすればいいんだろう。あ、ここでかぶるのね。で、ビヨン。いや、来た来た来た、時代が来たね。で、これ右だね。よし、オッケー。左怪しすぎだもんね。で、ここはオッケー、まだ進めるね。で、中間ポイントゲッ。なんで中間ポイントは取れないんだえ、待って、これ登れないから。走って登ろう、勢いつけて。はい、グリー
じゃあここでバネを多分持っていかないけんと思うんですよね。なんでかぶってバネ持っていこうか。でこのバネ持ってってさっきの登れんやったツタのとこが行けるはず。なんでここで下行くでしょ。でこん時にバネを持っていくー。やったぜ、これが正解だったんだね。いや待って、なんか左怪しくない？大丈夫かな。あ、でもどうせブロックが出ていけないと思う。だ多分そうだよね。ここは、いやそれはないよ。じゃあここは入ってすぐ右に行こうね。ここにいたら大丈夫。なんでさっきと違うやんか。まあさっきと違っていいんだけど今回はいい方向でね、さっきと違うんだけど、ちっちゃくならないけんやんか。ここはキノコ取ったらダメだね。キノコ取らなくて上に行こう。でこのチビのまま右行けば行ける。でここ怪しいんだよね、このキノコじゃねえや、このコインのとこ。なんでジャンプしてみようか。はい、なんもない感じか。でこのまま右に行って、でオンオフをして、オンオフして左に逃げようか。あのこのブロックのとこ逃げるね。はい、うまい。そしてここあれ、なんもないね。もう一回上上がってみる。あー、そこになんか出てくんのね。あ、でもバブルが出てきたところでだよね。もう一回オンオフしよっか。あれ、あと怪しいとしたらもうこのガリガリんとこしかないんだよね。ここここしかない。ジャンプ、うわなんか出てきた。あ、チョロプーが出てきたね、上に。で右に行こっか。ここでファイヤー。なるほど、そういうことか。じゃあここ叩いてチョロプーが出てくるでしょ。でここのファイヤー取って溶かします。溶かしてチビになって右に行く感じ。オッケー。で土管に入ろう。そんで次は右にダッシュ。そう、うやん、落ち着いていこう。まあいつも落ち着いてないんですけど、今回落ち着いていこう。あのドッスンをよく見れば避けれるはずね。こっからジャンプ、多分これで、いやそれはずるいね。いやなんだこのやり方は。なあ、どうせなんか降ってくるんでしょ、ブラパとか。知ってるよ僕、なんか石と見せかけてブラパかなんかでしょ。なんかどうすりゃいいんだってこれは。遅えよ出てくんのめっちゃ待ったよ。じゃあここでジャンプして、ここだね、この場所でとどまっておいて土管に入ろう。なんかホールド左って書いてるのは気になるんだけど、こっからホールド左？いや違うね、待って、ここはオンオフしてすぐ右に行かなきゃブラパが出てくると思うんで。はい、うわ、ナイス。いやよく引っかからんかったね。でここでちょっと待ってね。オッケー。でヨッシーに乗っていこう。なんかヨッシーに乗るトロールコースってあんまりないよね。いや待って、ヨッシー、ヨッシー何当たったの今。え待って、何当たったんだろうね。一回降りるよ。降りてなんかしたん だろうか自分で何かしたの。待って、ブーブー言われちゃいました。大丈夫かな。ここでヨッシーはもう捨てなきゃいけないね。ヨッシー捨てていきますね。テレテレはやべんだってこの音楽は。大体もうやられるしかないんでしょここで。なんだこれは。なしかも中間ポイント戻されたよ。嘘でしょ。え待って、さっきと違うパターンじゃないのこれ。ねえ、なんかさっきと違う、さっきと一緒やんかー。じゃあここ炎入った瞬間すぐ右行こっか。はい、うおっしゃー。じゃあちょっと気になってることがあってさ、あの無限にさキノコが出てきたとこあったじゃん、あのやられるのに時間がかかったところ。そこになんかね、ホールド左って書いてたの覚えてる。そこでずっと左押しっぱしてみよっか。そこでずっと左押しっぱしてたら何かあるかもしれない。確かここの土管だったよね。ここの土管入って左押しっぱ、今ずっとね僕左押しっぱしてるんですよ。これは勇気がいるよ。なんもねえやんかー。こっからどうすんの。下って書いてるけど、あ、しゃがんで吐くみたいな、こう。なるほど、そういうことか。え、そんな技あったの、今初めて知りました。でここはジャンプしよう。よし、バイバイ。よし、多分これでいいね。
あ、ピッコイン手に入れました。え、待って、ピッコインあと4つあんの？ちょっとありすぎじゃない？あ、ここで2個目か。あ、で、どんどん取れる感じ。でもここ行ったらさ、潰されるんじゃないの？大丈夫？うわ、潰される、これ。うわ、今度引っかかってるね。で、今度左、なんかホールド左って書いてたよね。こうで右、いや多分これでゴールだね。いや素晴らしい。で次はビフォアって書いてるね。ビフォア CP1 ハテナで、ここで P が変わる。ブルッシュ、ブラッシュかな、ちょっと意味わかんないんですけど。待って、この音楽大丈夫？え、ほんと、え、なにこれ。うわ、めんどくせえ。いや、でも、うまいとこ見せるよ。こういうのは得意だよ、僕。はい、うまい。一発でいきます。はい。あ、なんか出てきたね。あ、これチートじゃん、これ。あ、これ楽だね。で、上行って、右行って。こっちで合ってたんじゃないの？で、多分ね、ここで、なんか出るよ、きっと。はい、ほら。で、ボム兵が出てきてどうする？どうなる？下？下行けばいいの？開いてる！開いてる！ありがてえ！あ、ゴールやんか！うわ、ビビった！めっちゃビビった今の！なんですか今の！いいか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 い！で、このまんま右行ってもいいんだけど、やられないかな？あ、土管になってたんだね。ギャップ？ギャップゴッド？ガッドゴッドかな？で、あと1個だね。あと1個多分どっかで手に入れれるんでしょうけど、なんかスタートラインにあったよね、1個。扉が、あの鍵と鍵の扉があったんですよ。ほら来た。あ、待って、これスタート戻る感じ？ちょっと待ってね、大丈夫？今度は何だろう、ノイズジョブ。あ、回転ボタンでどんどん下に行って、で、このまんま多分このドアに入って、もうゴールがあるでしょ、そろそろ。どうもありがとうございます。いや、すごいコースだったね、ここ。あまりおすすめできませんけど、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。